どうも、ポンシラーです。今回は、おそらく僕の動画では初めて使うであろう、この瞬間移動カメハメハ悟空で遊んでいこうと思います。いや、このキャラは皆さん知っての通り、相手のライジング以外の全ての攻撃にカウンターができるめちゃめちゃ特殊な必殺を持ってるということで、今回はこの悟空のカウンター必殺をどれだけ決められるのか検証していこうと思います。パーティーはこんな感じで、フリーザと悟空ブラックを入れることによって、必殺圧をたくさん持ってこれるようにしてますね。で、この冒頭は動画を撮り終わった後に撮ってるんですが、悟空のカウンター必殺を決められすぎたお相手さんが最後とんでもない行動をしてくるんで、ぜひ最後まで見ていってください。それでは、どうぞ。さあ、やっていきましょうか。今回の目標は、10回くらいカウンターを決めたいです。危ない、怖いよ、この人。すんごい怖い。危ない。通常で押さえておいて。さあ、カウンター決めましょう。いや。これ一回跳ねてからでいいな。通常で押さえておいて。さあ、カウンター狙います。オッケー。さあ、気絶お願いします。まあ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 。さあ、特殊あるんで、被せを狙いたいんですけれども。必殺を当たっておいて、だけキャンガリミスった、最悪。マジで下手すぎる。いや、しかも身勝手出てきた。死んじゃった、これ、フリーザー。まあ、とりあえず今のカウンターは1回ですね。さあ、カウンター決めましょう。危ない、1回跳ねてから通常で押さえておいてカウンターするよ。 OK。 さあ、タックルにも反応できます。なんと最強でしょ。さあ、メイン切っておいて OK。 射撃ならもう1回カウンターします。さあ、これでカウンターは3回。気絶全然しないな。クイックタックで時間稼いでキャラチェンメインしておいて。何これ、一応怖い。すごい怖い。てか気力ない。交代射撃打っておいて。いや、オッケーなんだけど。オッケー、そっちが出てくる。すごいいい、ありがとう。オッケー、パイクが出てくる。こいつ気力回復あったよね。オッケー、優秀。いや、めっちゃ、すごい待機回るじゃん。さ、一回跳ねましょうかね。いや、待って、いや、待って、これさ、絶対変身してくるよな。通常で押さえておいて離れましょう。いや、危ない。キャラチェン回避、おっと、最速取れた。ワンチャン歩くね。いや、無理だな。ワンチャン勝てるかなって思ったけど、絶対無理だ。さあ、待機を稼ぎたい。もう一回通常しいこう。オッケー。さあ、キャラチェン回避、オッケー、最速。さ、気力を回復しましょう。間に合ってくれ。もう行くしかない。オッケー、アップね。さあ、気絶お願い。もう全然気絶引かないやん。ちょ、気力足りない、本当に。オッケー、間に合った、アップね。よし、さあ、気絶マジで。おい、そろそろ引いてくれよ。クイックアタック行きまして、ここは通常押しに行きましょう。さあ、キャラチェン回避で速圧行くし、きゃ、アップね、間に合った。いや、でもこれもうやばい、助けてくれ。射撃だったら必殺でいいや。オッケー、あっぶね。よく粘ってるぞこれ。さあ、クイックアタック、もう一回押しに行こう。オッケー、タックル読み行くよ。いや、射撃撃ってくるか、まずい。ただここは悟空の救出がありますと、最強。さあ、離れましょう。ちょ、通常で押さえておいて。いや、マジで必殺圧持ってきてくれ。おや、待って、バニラシタックルいっちゃった、最悪。しかもヒット確認遅れた。通常で押さえておいて。さあ、出てくるかな、出てくる。オッケー、おっと、それはもちろんライジングかぶせていきまして、落とせるか。いや、そもそも呼ばれるんかーい。いや、やばい。いや、しかもバニなくなったんだけど。これキャラチェンしとくか。遠距離、オッケー。いや、オッケーだけど、やばい。救出使ったからさ、待機がすごい回ってない。射撃ちょうだい。ちょ、やばい。僕のこと殺す準備してるよ、この人。やばいって。オッケー、射撃はかぶせます。よく粘ってるくね、これ。マジですごいと思うんだけど。さあ、跳ねまして。回避見て、通常でいい。いや、通常しに行くか、お願いします。タックル来るか。ただここは、いや、カバチェンしようと思ってく。オッケー、カバチェン向こう切れた。よし、さあ、跳ねまして、痛くて
ちょ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 、危ない危ない、怖い怖い怖い、それだけが一番怖い、ちょそれが一番怖い、本当に、いや危ない。通常で押さえておいて、さあカウンター狙いましょう。オッケー、タックルもカウンターします。さあ気絶お願い、マジで、いやそろそろ気絶しろよ本当に。オッケー最速、ただ絶対カバチェンしてくるような、これ始末してやる、カバチェン外し、オッケー完璧、完璧なんだけどマジで、ワンチャン歩くね、ちょ気力足りないよね、そうだよね、通常で押さえておいてタックル読み行こう、オッケー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 、通常で押さえておいて、いやマジでワンチャンある、さあキラチェン回避ね、速回読み、いや突っ込んでくるか、いやしかもライジング打たれちった、読むしかない、脳死で打撃をしたんですが、いや読めないか、いやでもよく頑張ったぞこれ、何回カウンター決めたんだろう俺結局、まあしょうがないこれは、はい負けちゃいましたけど、まあまあまあ割と良かったんじゃないかな。さあ早速悟空ブラックが死んでいくところから2戦目はスタートしていくと、さっきの試合見てきたんですけれども、あれだったな、6回くらいしかカウンター決めれてなかったんで、この試合は10回は決めましょう。さあ悟空登場、何でも来いや、遠距離、遠距離かちょっと怖いそれは、集中、マジで集中、マジで集中、マジで集中、 OK カウンターします。さあとりあえず1回目、気絶引かないか、まずいまずいまずい、 OK 危ねえ。さあ2回目、いやマジで気絶引かない、跳ねよう、クイックアタックいって射撃打って通常で押さえておいて、いやこれはねまずいんですよね、ちょっと悟空ブラックが死んじゃってるんで。さあ打撃キャン振って、もうこういう打撃キャンが大事、手札をどんどん回していかないといけないんで、オッケー釣れた、いや出てくる、これは出てこないか、特殊キッチャーをカウンターするよ、オッケー。さあ3回目か4回目忘れちゃった、よし、ほんでもって気絶を引いていく。さあこれでバニ回復もできますし、えラグい、はラグ、危ない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 。さあバニ回復できて、気力も結構、気力っていうか手札も結構回せる、でメイン切ってくんの、ちょしかも必殺技ないんかい、いや最速 OK でっかい、ある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 。さあ必殺アーツを持ってきてくれ、ちょマジで必殺アーツ持ってこないんで、1回フリーザに経由しておいて通常で押さえておいて、いやどうしよう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 、遠距離オッケー、あるマジで歩くねこれ、出てこないか、オッケーオッケー、身勝手が出てくる。さあ悟空に変えてカウンター狙いましょう、跳ねるよ、やぶだ、ハハハハハハハ、単発ちょうだい、単発くれない、なんですか怖いですね、痛いです、ちょっとクイックアタックだけで削られちゃうんだけど俺、タックル回避くか、タックル回避から打撃キャンにしておいて、オッケータックルも反応します。さあもう一回気絶引いてもいいんだよ、まあ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 、いや単発、もう一回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 、にゃい、もう一回もう一回単発ちょうだい、ちょ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 、無駄だ、えいや、リリ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 リ、あとはまた無駄だ、下等生物が死ね、死ね、オーラがやる、ワンチャン、ワンチャン、え本当にワンチャン歩くね、えワンチャン本当に、お願いマジでお願い、すまねえみんな、
いや、340万じゃ無理。ですよね。